はい、どうも、ゆうくんです。今回はですね、新型の、日産ノートの方に来ました。で、こちら、グレードを確認してから字幕出します。で、フロントディスクはこのような感じになります。噂によると、この後出る、アリアと並行して開発されたということらしいので、アリアのような顔つきになっているというのが特徴となります。そして、トランプ4眼タイプの、ね、LED ということになります。で、もちろん新しい日産のエンブレムが採用されております。先代と比べてかなりスタイリッシュな雰囲気になったなと思います。そして横から見ますとこのような感じになっています。全長が少し短くなったということなんですけど、それでもかなりスタイリッシュな雰囲気になってるなと思います。そしてオイルキャップのデザインもなかなか凝った作りで、風力などにも寄与しているのではないかと思われます。でもちろん時期的にスタッドレスが装着されまして、サイズが 185-60R16 となります。前後とも同じということらしいです。さあ、そしてリアビューがこのような感じになります。横一直線のトレールもあるということになります。やはり全体的にかなりスタイリッシュで先進的なデザインになったなと思います。ただちょっとうんって感じなのがこの隙間なんですけど、どうせだったら1枚ものにしてもらった方がもっと良かったのかなというところではあるんですけれど、先ほどね出場して営業の方といろいろお話しさせていただいたんですけど、ノートもかなり進化したなという感じになっておりますし、4駆も近々発売されるということで伝えたいという感じになっております。ということで、内装の方ね見ていきたいと思います。よいしょ。はい、乗り込みまして、インパネ周りのデザインがこのような感じになっております。内装もガラッと変わっておりまして、先進的なデザインということになっております。で、純正のナビ、そしてメーターも大型の1枚もののディスプレイのような感じになっております。メーターもですね、どんな天候でも見やすいディスプレイということになっております。そしてナビもですね、かなり高精細な感じで見やすいナビでした。そしてセンターの部分が若干運転席側を向いているというのも特徴となります。で、フルオートエアコンがもちろん採用されまして、運転席助手席シートヒーターも採用されております。そしてセンターコンソール、このような感じになりまして、シフト今まで1回右に倒して前後に動かして切り替えるというエレクトリックタイプということだったんですけど、こちらもエレクトリックタイプとなるんですけど、前後方向に動かすというタイプのシフトが採用されたということで、操作性も向上しているということになっております。まあ、個人的にはね、このシフト扱いやすいなという印象でした。で、ドライブモードとかも切り替えることができるようになっておりますし、全動パーキングブレーキやブレーキのオートホールド機能ももちろん採用されております。そしてドリンクホルダーが牛乳パックとかそういうのも入るような設計となっております。助手席側も同じ設計ということになります。後ろの方にはですね、物入れも配置されているんですけど、アームレストにもなるような絶妙な位置でなかなかいいなと思いますし、長距離ドライブでも疲れにくいような設計の車になってるなと思います。はい、続いてリアシートの方をね、見ていきたいと思います。リアシート周りの空間がこのような形になっております。乗り込んでみます。ドアの閉まり音もこだわって設計したということになっております。で、膝前空間が拳2個といった感じの空間ということになっております。そして座った感じもしっかり体がホールドされる感じで、シートの柔らかさとかもいい感じで、リアシートでも長距離ドライブ疲れにくいのではないかと思われます。そしてこの身長で頭上空間がこのようなスペースということになっております。そしてセンターにはですね、ちょっとした物入れが配置されておりますし、助手席側はシートバックポケットが配置されております。センターにはですね、ドリンクホルダーはないんですけど、ドリンクホルダーの方はドア内蔵型という感じになるようです。じゃあ最後ラゲージの方見ていきたいと思います。ラゲッジ開けまして、そのボードをこうやって上にずらすことができるので、荷物の積み下ろしとかも楽に行えるようになっているのではないかと思います。で、もちろん、取り外しできるようになっておりまして、ラゲッジの空間必要十分といった感じになっております。ただリアシート畳んだ状態ですと、どうしてもね大きな段差ができてはしまうようなんですけど、それでもね使い勝手とかもいいように設計されております。ということで、新型日産ノートでした。